あのまあ、僕自身はですねミッキーやミニにはあんまり興味がなくてキャラクターにあんまり興味がないんですよね。これどううなんんでですかあの何のために行くんでしょうね僕らは僕の場合は割とあの勉強しにというか研究しに行ってるんですね。で最初に行ったのがあのカリフォルニアにあるいわゆる本家ディズニーランドなんですねで。そこに行ったのも30年ぐらい前なんですけどもそこでですねあこれ面白いなと思ってですね 日本へ帰ってこの本を買ったんですよこの、えー、ボブ・トマスという人が書いたです、ね「ウォルト・ディズニー」「想像と冒険の生涯」というです、ねえー、何かを勉強する初心者がこういうです、ね、本格的な本「想像と狂気ウォルト・ディズニー」まあ、こっちの方がです、ね、多分この番組を見てる人なんかには人気があると思うんですよ「えー、想像の天才か闇の王子かウォルト・ディズニーの真実は」のなんですけども,も絶対に僕ねこっちから読むべきなと思うんですよね。あのウォルトディズニーのよいしょ本 でなんでかっていうとですねこっちの方はウォルト・ジニーのよい処分の方が分かりやすいんですよ何をやったのかとか結局どういうことを夢見たのかっていうので挫折も結構書いてるから物語としてして楽めるんですねでそういうヒーロー的に割とオールト・デジニーを楽しんでからその裏側っていう風な順番で、ね、読まないとこのね裏側から見るとちょっとしんどすぎるんですね解釈としてですねあの遠回りになってめんどくさいのがあるのであくまで僕はこれはストレートに「 ウォルト・ディズニーっていうのををバンザイのののの本から読むのをお勧めしますうーんこのあのウォルトディズニーの伝記を読んでですね初めて僕はウォルト・ディズニーが、えー、ディズニーランドというのを何で作りたかったのかとかですねそういうのを知って面白かった面白かったたんですねただあの冒険と相当の障害って書いてるんですけども半分ぐらいは経済的に行き詰まったとか最初ニューヨークでアニメ作っててニューヨークにはライバルが多すぎて 例えばその、えー、スーパーマンを作ってたフライシャー兄弟とかですね。そういうあのかなりメジャーなです、ね、ライバルが多すぎて逃げるようにしてロサンゼルスへ行ってロサンゼルスでアニメスタジオを作ってっていうです、ね、実はこうちょっと負け因なところがあるんですねウォルト・ディズニーがアニメ作ること。でその時一番最初にやってたウサギのオズワルドもあの別の人に権利取られてできなくなってウサギが使えないというふうなことでなんかネズミを。 使ってで,で声優とか言われても全然もうつても何もないからしょうがないから自分が裏声で「いや僕ミッキーだよ」みたいな感じでですね本当にオールドジーズソ自体が声を当ててやったっていうですねこのなんか結構ね失敗の歴史が面白いところがあるんですよ。